はい、スリテンチャンネルの林田です。これから EOS R5 ボディをカメラ屋さんに引き取りに行ってきます。では、はいはいはい、帰ってきました。今日はカメラ、今回はカメラの北村さんで、購入しました。よいしょよいしょ。お、よさ R ですね。あ、ごめんなさい、よさ R5 だった。はい、それから、あ、実はこんなもの買ってたりします。これ後でまた紹介します。はい、今一つずつ開けていきましょうか。お、保証書。はい、これはこう。はい、それから、お、説明書ですね。それから電池、これ新しいやつですね。あ、蓋開けてみよう。はい、あ、これなんかマークが、前はついてなかったんですが、マークがついてます。それからあとケーブルと、ケーブルのロック、実はこれケーブルは僕はよく使います。 HDMI をつけたりとか、あとテザー撮影とかで USB ケーブルが、いるときはもうこれ必ず、使ってます。はい、それからケーブル、これはね、長いの持ってるのでちょっと今回は使いません。あとこれは、どっちになるのかな、あ、LCE6、 これ今までの充電器と全く同じですね。今回はもう使わず置いときます。もうこれ入れとこうかな。はい、それから、おっと、ストラップですね。それから、あ、本体、はい、本体、じゃーん、おー、初です。なんかちょっと、なんか良さある女の子っぽいデザインですね。ちょっとこう丸くなって、ちょっとこう全体的にこう丸く、なんか EOS R はちょっと男性っぽいんですが、 EOS R5 はちょっと女性っぽいちょっとデザインですね。はい、こんな感じです。ちょっとこれをこういうふうに置いてみます。で、今回は、僕の大好きな、これ大好きなんです。はい、このストラップを、使います。ですね、で、これ、はい、アンカーリンクスの部分だったかな、ちょっと忘れたんですが、はい、これ、動画で使うときはすごい楽です。動画のときはいつもこういう感じで、もうストラップをつけないく使ってます。それで、これで、で、ここでこうキャノンがちゃんと見えて、あ、こうか、こうがいいんだ。はい、こうがいいんですね。そうするとちょうどこんな感じでカチッと止めて、こう止めます。はいですね。はい、ちょっと電池入れてみましょうか。LPE6NH です。よいしょ。カチッと。もう一緒ですね。もう今までの EOS R 系と。はい。おお、なんか、ちょっとなんか EOS R と違いますね。うん。なんか持った感じが、なんかどことなしに。ちょっと待ってくださいね。EOS R これだった。また比べてみたいなと思います。はい、こんな感じで EOS R5 林田のところへ来ました。明日はこれでもしようかな。スリテンチャンネル林田でした。よかったらチャンネル登録とグッド評価をお願いします。